祭とは大祭星君を指し、祭君または天官、獅子とも呼ばれ、合計60の星君が存在し、それぞれ名称も異なります。毎年交代で1名の星君が担当となり、人々の十二支によって奇凶格を定めます。ただし、大祭となる干支と同じ干支を持つ者、もしくは関連する干支にあたる者は、本中、偏中、小中のいわゆる厄年となります。風習では、6年違いで本中、もしくは偏中にあたり、3年違いで小中となります。例えば、猿年であれば、猿年のものは翻訳となり、6歳差の虎年は偏中、3歳差の蛇年と乙年のものは小中にあたります。厄年の場合、大祭神の怒りに触れて災いを招くことを避けるため、寺や廟で大祭神に撒いて安泰祭を行い、災いを避け、厄を解きます。他には光明灯を点灯し、運を強めることも可能です。台北市神戸宮でも安泰祭を通じて、厄年の影響を最小限にとどめ、災いを転じて福となし、その年の平安を祈願することができます。